ミサイル攻撃で民間人に死傷者が出ています。ウクライナ東部ドネツク州クラマトルスクで1日ロシア軍のミサイル攻撃により住宅が崩壊し、地元知事によりますとこれまでに3人が死亡、8人がけがをしました。ゼレンスキー大統領はツイッターで、民間人が亡くなり瓦礫の下にいると説明した上で、ロシアのテロを止める唯一の方法は戦車や戦闘機、長距離ミサイルで撃ち負かすことだと強調しました。